手に合うわ。しかも今紙コップしか見えてないしね。紙コップもこうやって、カフェピーのやつ、それこうやって今飲んだよ。ピーこんにちは、このこうやって飲んだよ。それが似合うね。さすが、わかんないじゃない、ココアかもしれんよ、ね、なんか何が入ってるか嬉しいよ、ありがとう。カフェラテみたいな髪をしてるよね。カフェラテカラー、こんにちは。ドライブデートとナイフ検索して、キュンキュンキュン。びっくりした、びっくりサプライズ。こんにちは、嬉しい。そうなの、お昼、お昼です。姉ちゃんのレッスンを作ってくれた、いい姉を持ったもんだ。フレンチトースト素敵だね。昼休み、仕事休み、昼休みじゃないか、昼休みじゃちょっと遅いね。こんにちは、ね、今日雨。あ、このところにブラシが挟まってた。斉藤キアラさん、はい、傘忘れてるんですけど、斉藤キアラさんに連絡してもらっていいですか。斉藤キアラさん、いや、キアラだよね。キアラだよ。斉藤キアラさん、眉毛のブラシ、昨日もあの傘忘れてましたし、はい、どうやって帰ったんですかね、あの子ね。これは、この涙袋、しかもさっき尖閣ブラシ、忘れてた傘、キアラ忘れちゃうね。おお、え、すごいね、素晴らしいよ。テスト暇になったらアメちゃんの肩ぐらいさ、じゃさ、テスト勉強、テスト勉強じゃないか、テスト中ってこと。こんにちは、こんにちは。私はキングダムが好き。タバカンマスカラみたいなの、うん、キングダムもう4本目くらい。エッデュセ、仕事戻るなり、行ってらっしゃいなり。こんにちは、今日平日、平日やで。明日はね、祝日なんだよ。知ってた、明日祝日なんだよ。お休み満喫よ。お、カラコンつけてるよ。アンナの声聞こえる？アンナの声も聞こえるよ。大学生の春休み暇だよ。暇なんだ。こんにちは。え、かわいいね。かわいい、見たい。かわいい。明日誕生日？おめでとう。学生最後の春休み。うん、満喫しなきゃじゃん。ね、温泉来てる。どこの温泉？でもわかる、暇な時のさ、授業中におしめの名前をさ、どれだけ綺麗に書けるか先生一人で解説してたわ。私もめっちゃ書いてた。ね、あるある。めっちゃ書いてた。今そうやって書いてくれてるの嬉しいよ。ありがとう。お昼寝してたけどちょうど起きた。おはよう、こんにちは。これからバイト頑張って。ビーバルで今日は猫の日です。猫の日、こんにちは。ってことはサナさんイオリかな、サナイオリぐらいのファンの方とは、うん、たまに目が合いました。お話し会ね、うん、あの左側はいなかったから、あ、名前順じゃん。確かに今日はお仕事してました。で、イエイイエイ、調理部してます。こんにちは、こんにちは。私も今からバイトなんだが、いってらっしゃい。ジャージ姿かわいいでしょ。でも今日ね、大怪我したんだ。大怪我して血まみれ、血まみれになってさ、汚れちゃってさ、めっちゃ悲しいんだ。転んだ、
大急ぎで走ろうとしたら転んで血まみれになった。あんま。ショック。あんま。ここは甘い、うんうん？いつもより。これは甘い。カフェラテにしな。いつもより甘い？同じ甘さ。今日は？え？ここ。私ここのココアが世界で一番大好きなんだけど。めっちゃ甘くない？甘いよ。濃厚じゃん。うん、いや美味しいけど。うん、あのカフェラテ今飲んだ後に。あのびっくりしちゃった。甘いんです。ここのココアが世界で一番美味しい。住人っていうの、レーンのこと。住人、うん、山本アンナレーンの住人ってこと。アンナレーンの住人になった。住人の皆さん、こんにちは。住人って言うんだ。じゃあ飲むよ。山本アンナレーンの住人になってね。住人になってね。住人の皆さん。今がたた、無駄のところで、おう、外すってこと。よいしょ。掃除しようと思ったら、掃除も掃除できなくなりました。私のせいにせずに掃除してください。へへへ。お昼ご飯はオーベルジーヌ食べました。オーベルジーヌ食べてない。嘘。本当。辛い辛いって言いながら美味しくて食べた。残り2個残って。あと何と何？野菜かな。野菜。野菜とチキンだ。おお。どっちを取る？ええー。野菜って何入ってんだろうね。野菜食べたことないかも。でも今んとこ見えるのは。サナがエビが好きって言ってたよ。ブロッコリーと人参が見える。あ、チキン。どっちも甘口。なんか珍しい、こうやって分かれてるオーブルジーヌ珍しいです。僕も今日食べた。オーブルジーヌ？オーブルジーヌ食べたの？オーブルジーヌ食べたの？あ、すごい。あ、猫の日だ。こうでしょ。猫の日ギフトみたいなのが送られてきてさ、今猫の、こうやってちゃんの笑いすぎて何も説明なんかさ、エフェクト、うん、エフェクトみたいに自分でこうやって顔を当てはめに行くみたいなギフトが来た。 あとね、確かにめっちゃウケちゃった今。リーフ派なんで、ずれてた、ダメじゃん。本当にありがとう。すごい、オーブルジーヌ食べたよ、エビちゃん。すごい、オーブルジーヌ食べたの、すごい。食べてみたいって。あ、いや、違う猫だ、違う猫来た。猫、トラ、うん、何トラ、トラもあるの、うん、トラになれた。トラになれた。今違うタイプの猫が来た。三毛猫みたいな。誰にでもなれるんだって。ラグでめっちゃずれてたって、ダメじゃん。じゃあ私だけ、じゃあ一人ずつで楽しんで。私だけめっちゃ気まずくね。私だけじゃん、楽しいの。ダメじゃん、スクショもさ、撮れないね。なんだじゃん、ランダムらしいよ。タイムラグ、タイムラグなんだね。タイムラグってあるよね、しょうがないね。え、本当にトラって、え、トラ、え、100% トラ。あ、あ、かわいい。初めて髪染めたんだけど、ランちゃんの髪を見せて、髪してくださいって頼んだよ。そう、猫っぽかったよ、言ってもトラだったよ。え、三毛猫と紫の、あ、紫じゃなかったよ、こちら。紫と三毛猫がいる。黄色やったよ、黄色くらい。トラもいるのかな。トラも猫かだ。これが今のがトラって思ってるのかな。紫の猫と三毛猫がいるよ。お魚いっぱい。あ、絶対にトラだったんだけど。え、黄色だったよね。黄色だった人と紫だった人がいる。怖いんだけど。トラ？トラのスクショできたって。私にはトラ映ってなかったよ。だからやっぱりランダムで何が出るか分かんないんだよ。だからもう誰も分かんないんだ。そういうこと、そういうこと。こっちも紫って人とトラって人がいるの。え、じゃあみんなと違うんだ、うん、トラじゃない。じゃ絶対トラじゃないんだよ。絶対トラだったよな。絶対トラじゃないんだよ。じゃあもう私にもランダムだし、みんなにもランダムなんじゃない、うん、私は、え、絶対トラだったよ、うん、え、私には紫の猫と三毛猫しか見えてないけど。トラじゃない、トラじゃない。あ、トラ、トラ、トラ出てきた。あ、待って、笑うとさ、キマがさ、出てきて一人で楽しんで。今の、今猫だった？
あ、ほらみんな違うよ。トラ来た。今のトラだった。三毛猫。魚いるの。ね、魚いる三毛猫。でもさ、これ人によって違うってことですか。そうだよ、違うんだよ。今トラだった。3種類いるんだ。じゃあ3種類。紫来てない。ほんと猫見えない。じゃあトラ、トラタイプの人もいる。一人で楽しんでる。一人で楽しんでる。通り場がないけど。通り場ないよ。どっちが移動してあげるね。あ、でもなんか移動できない。あ、じゃあシュッてやって、シュッ。